大変お待たせしました。こちら醤油ラーメンです。いただきます。あのお客さん、スープまで飲み干してくれたね。なあ、ものすごく美味しそうに食べてくれたな。なあ、やっぱうまいな、ここの醤油ラーメン。あれから10年ぶりだが、あの時と変わらない味だ。あんたは先代の息子さんかい？え、まあ、はい、そうです。そうかい、立派に受け継いだんだな。ところで、何かあったのかい？この状況、酔っ払いが暴れでもしたのか？いえ、その、実は、店がヤクザに襲われてしまって。スカットライン。俺の名前はヒロシ。大平軒というラーメン屋を経営しています。5年前に他界した父が長年守り続けた味を、今度は俺が引き継ぎ、お客さんに届けています。はい、醤油ラーメン3人前できたよ。はーい、お待たせしました。醤油ラーメン3人前です。うちのラーメンは最高だよ。美味しすぎてほっぺた落とすなよ。彼女の名前は大平凛花、二十歳で俺の娘です。凛花、お前が手伝ってくれるようになってから、本当、店に笑顔があふれるようになったよ。俺一人の時は、作業が手一杯で、まともにお客さんの顔なんて見てられなかった。でも、すまないな。本当ならお前は、長年の夢だったアパレルショップの店員になるはずだったのに。何言ってんのよ。私はおじいちゃんが作ったこの醤油ラーメンが大好きだった。だからお父さんと一緒にこの味を守りたいって思ったの。それにお母さんが他の男と浮気していなくなってから、お父さん男で一つで私を必死に育ててくれたじゃん。だから今度は私がお父さんの助けになりたいの。お父さんの説得を押し切ったのも全部私の意思で決めたことだから気にしないで。リンカ、お父さん絶対に大平家の味を守っていこうね。ああ、絶対に守ってみせる。よし、それじゃそろそろ飯でも食べるか。何が食いたい？もちろん醤油ラーメン。はいよ、父さんの愛情たっぷり醤油ラーメン一丁入りました。そんなある日のことです。よし、それじゃそろそろ開店するか。いらっしゃいませ。お父さん、あんたたち。相変わらず新客せえ店構えしてんな。よくこんなんでつぶらずにやっとる。ま、それでも客は入ってんだから、大して飲んで。この男の名前は、鬼畜外、竜神会というヤクザ組織の末端の組である、下道組の組長です。今日は、何しに来たんですか？何しにって、俺たちがここに来る理由なんて一つしかねえだろ。逃げ締めるよ、10万の集金だよ。ちょっと待ってください。集金は1週間後じゃ。別のいろいろと入れようだね。このご時世、ヤクザ稼業も楽じゃねえんだわ。てことで、今月から集金が1週間早まった。そんなこと急に言われても、うちはギリギリでやりくりしてて、正直今月分の10万を用意するのも厳しいんです。知ったことかよ。金がねえなら消費者金融紹介してやるから、今すぐ金作れ。そんな無茶苦茶な。おいおい、まさかあの日のこと忘れてんじゃねえだろうな。誰のおかげでこの店が存続してると思ってんだ？それは、キーチクさんがこの店を訪れるようになったのは今からちょうど2年前だっけな。ありがとうございました。ふう、やっと注文も落ち着いたな。おい、この店どうなったんだ？店長出てこい。どうかなさいましたか？見てみろ、ラーメンに虫が入ってるじゃねえか。おい、こら、その虫の名前フルネームで言うな。登録者減っていいのか？いや、よくないです。で、ここはトッピングに G を提供すんのか？いえ、でもうちの店に G なんているはずないんですが、衛生面には十分気をつけていますから。それじゃあ何か、俺がこの G を連れてきたって言いてえのか？いえ、決してそんなことは。名誉毀損で10万。え？だから名誉毀損、訴えられたくなかったら10万払えっつってんの。そんなお金払えません。警察呼びますよ。てめえ、舐めてんじゃねえぞ。ちょっとやめてください。なあお客さん、すみません、今はちょっと。なんで、やってねえのか？ああ、いえ、その、
おいおい、随分と店の中荒れてんじゃねえの？何かあったんかい？いや、まあ。おいおいおっさん、この状況見りゃわかんだろ、今取り込み中だ。痛い目見たくなかったらさっさとき、って、ハンター、下道組の組長、キイチくんかい？痛い目見たくなかったら、なんだって？なんでもありやせん、失礼しました。二度と来んじゃねえぞ。助けていただき、ありがとうございました。なんとお礼を言っていいか。ま、困った時はお互い様だ。俺の島で悪さする奴がいたら、いつでも俺たちが守ってやる。ちょっと何言ってるかわからない。俺たちの島？ま、つまりはそういうこった。これからは何か揉め事があったら、すぐに駆けつけてやるからよ。とりあえず、毎月10万用意しといてくれ。10万？それってまさか、みかじめ料ってやつ？俺たちがいたから、あのチンピラからこの店を守れたんだぞ。そのことを忘れちまったが。今日は、はっきり言わせてもらいます。これまでずっと、騙してきましたよね。騙す？何のことだ？俺、見ちゃったんです。あなたと、あの時のチンピラが一緒にいるところを、あの男たちも仲間なんですよね。何のことだ？ごまかしても無駄ですよ。じゃあ何か、あの出来事はお前に恩を着せるための茶番劇だったとでも言いたいのか？そうじゃないんですか。何因縁つけとんじゃ悪い。俺が助けなかったらこの店はこうなってたんだぞ。うわちょっとやめろよ。頼むから、この店はおじいちゃんとの思い出が詰まった大切なお店なんだよ。それなら姉ちゃんが働いてみかじめ料稼ぐか？いい店紹介してやるぞ。それはそれだけは勘弁してください。娘は自分の命よりも大事なんです。だから娘だけは絶対に巻き込まないでください。次までには必ず用意しておきますから。命よりもねえ、それなら100万だ。みかじめ料の10万と、俺たちを疑ったから名誉毀損で慰謝料90万。合わせて100万だ。うちにそんな大金あるわけないじゃないですか。ゼロゲンよ。1週間後にまた来る。それまでに用意できてなかったら、娘はいただくぜ。くっそー。1週間後までに100万用意できなければ、リンカが大変なことになる。一体どうすれば。お客さん、すみません。今はちょっと…おや、これは…すみません。ちょっといろいろありまして。すぐ片付けますから、少々お待ちください。大変お待たせしました。こちら、醤油ラーメンです。いただきます。あのお客さん、スープまで飲み干してくれたね。なあ、ものすごく美味しそうに食べてくれたな。なあ。やっぱうまいな、ここの醤油ラーメン。あれから10年ぶりだが、あの時と変わらない味だ。あんたは先代の息子さんかい？え、まあ、はい、そうです。そうかい。立派に受け継いだんだな。ところで、何かあったのかい？この状況、酔っ払いが暴れでもしたのか？あ、いえ、その、実は、店がヤクザに襲われてしまって。内心動揺していた俺は、見知らぬお客さんにもかかわらず、これまでの経緯を話していました。というわけで、来週までに100万用意できなかったら、大事な娘が…すみません、お客さんに話すようなことじゃありませんでしたね。ニカ、タオル持ってきて。うわ、すまない。あまりの理不尽なやり方にちょっとカッとなってしまった。あの、失礼を承知でお聞きしますが、お知り合いに極道の方とかいませんか？おい、いいんか、何を言ってるんだ、失礼だろう。だって、もう私たちだけじゃどうしようもできないじゃん。それもそうだけど、こうなったら警察に相談して。それはダメだな。え？殺ってのはことが起きないと動かない。当てにするだけ時間の無駄だ。それじゃあ私たちは一体どうすれば。100万なんて大金1週間で用意できるわけない。そいつらどこの組なんだい？下道組です。おお、下道組か。奴らのお決まりの手口だな。え、
お決まりの手口って？みかじめ料で追い詰めて最終的に若い娘さんを奪う。それがあいつらの上等手段だ。え？じゃあ初めから凛花を狙って、てかどうしてそんなことを。よし、わかった。あとは俺に任せな。え、どういうことですか？いいか兄ちゃん、この味絶対に絶やすんじゃねえぞ。あ、はい。とりあえず1週間後にまた来るからよ。あとこれはグラス割っちまった分だ。え、1万円も？あのお客さんっていない？1週間後ってあいつらの集金の日じゃ。そうして1週間が経ちました。はあ、お父さん大丈夫だって。あのおじさんの言葉を信じよう。ああ、そうだな。おっせ、100万用意できたか？すみません、やっぱり100万は無理でした。はあ、だからいい金貸し紹介してやろうと言ったじゃねえか。まあいい、そんじゃ約束通りその姉ちゃん連れてくぞ。よせ。ちょっと待ってください、それだけは。触んなよ、あっち行け。やろうぜ、お前はもう俺様の所有物なんだよ。黙ってこっちに来い。おい、娘から手を離せ。へえ、娘のために100万ぼっちの金も用意できない父親がえげったんじゃねえぞ。はい、さっさと車に乗せろ。いやー、お父さん。リンカー。おいおい、大の大人がか弱い女性に手荒な真似してんじゃねえよ。誰だてめえ。おい小僧、お前誰に向かって短歌切ってんだこら。なんだ、おいぼるじじい。ずいぶんと威勢いいじゃねえの。なんだ、俺がヤクザだってこと知らねえみたいだな。知ってるさ。お前、下道組の組長なんだろ？つうことは、本家は竜神会か。ずいぶんとこの界隈のことに詳しいじゃねえか。じいさん、あんた何者だ？俺か。俺はな、虎丸組組長、毛利栄三ってもんだ。虎丸組の組長だと？虎丸組って。お父さん、知ってるの？ああ、前に親父から聞いたことがある。東の竜神会と西の虎丸組、ヤクザの世界じゃトップの二大組織。え、あのおじさん、そんなすごい組の組長さんだったの？あの、どういうことなんですか？どうしてヤクザの組長であるあなたが俺たちなんかを助けてくれるんですか？ここのラーメンは俺にとって思い出の味なんだ。その味を息子のあんたがしっかりと受け継いでいた。だから助けることにした。他に理由が必要か？いえ、でも。おい、思い出話に浸ってんじゃねえよ。ああ、虎丸組の組長さんよ、ちょうどいいわ。これは千載一遇のチャンスだ。ああ、何言ってんだお前。俺はな、正直今の生ぬるいうちの組織にうんざりしてたんだ。竜神会と虎丸組、争うこともなく東と西で仲良くヤクザごっこ。ヤクザならヤクザらしく拳でてっぺん取っとる。てめえ、自分で何言ってんのか分かってんのか？いつまでもトップに老いぼれが君臨してることで組織がどんどんと弱体化してる。このままじゃいつあんたら虎丸組に奇襲かけられるか分かったもんじゃない。そこで俺は考えて、俺たち下道組が竜神会を乗っ取りゃいいってな。お前が竜神会を乗っ取る？なあ、そうだ。そしてそのためにはクーデターを起こす必要がある。クーデターだと？そこで今あんたをボコボコにすりゃ、あんたの組はもちろん黙っちゃいねえよね。そうなりゃうちの本家も動かざるを得なくなる。俺たちは混乱に乗じて本家にクーデターを起こし、そして竜神会を乗っ取る。そんなことを考えてたのか。とんでもねえクソ野郎だな。なんとでも言え、これは戦じゃい。虎丸組組長、あんたには悪いが少々痛い目にあってもらうぜ。おじさん、とんでもないことになっちまった。ああ、どうすれば。とりあえず警察に連絡を。失礼するよ。あなたたちはやっと来たか、竜神会の会長本郷たける。竜神会の会長大将、申し訳ねえんだが腹減ってんだ。醤油ラーメン一人前作ってくれねえか。あの、今はちょっと状況で。安心しな、こいつは悪いやつじゃねえ。ここは俺に頼まれて作ってやってくれないか。え、はい、わかりました。お、お
お待たせしました。醤油ラーメンです。うまかった。聞いてた通り、あの時のままの味だ。え、あの時のまま？あ、そうだろう。え、どういうこと？あんた、よくこの味を引き継いだな。大したもんだ。ありがとうございます。あの、会長、これは一体どういう状況でしょうか？どうして会長が敵対する虎丸組の組長と。敵対？俺と兄貴がか？え？兄貴？兄貴って、ヤクザで言うところの兄貴ってこと？いや、俺にはさっぱり。俺とタケルの親父は、スカト組の組長、スカト総次郎だ。スカト組って、あの伝説の。俺たちは仲のいい兄弟だった。当時まだガキだった俺たちは、組の抗争で母親に連れられて違う土地に移った。しかし、母親は兄貴が13歳、俺が11歳の時に別の男を作って失踪。俺たちは行く当てもなく、浮浪することになってしまった。そんな時に声をかけてくれたのが、あんたの親父さんだ。え、俺の親父が？おい、坊主たち、腹減ってんのか？ついてこい。えい、醤油ラーメンお待ち。うわ、うまそう。おっちゃん、食べていいのか？ああ、遠慮しないで食え。最高にうまいぞ。いただきます。うめえ。本当だ、こんなうまいラーメン食べたことねえよ。おっちゃん、ありがとう。ってことよ。俺はただ腹を空かせてるお前らをほっとけなかっただけだ。腹が減ったらいつでも食いに来い。金はいらねえから。ほんと？やったそれ以来、俺たちは毎日のようにここに来てラーメンを食わせてもらった。そんなことがあったんですね。その後、俺たちは中学卒業とともにスカト組の一員になった。でも、聞いた話じゃ、スカト組の会長が亡くなって、組は跡目争いで抗争が起こり、二つの組に分裂したって。それが、龍神会と虎丸組だと。跡目争いは、他の幹部も名乗りを上げていたから、もはや収拾がつかない状態だった。そこで、俺と兄貴は、終わりの見えない争いに終止を打つべく、組を解体し、それぞれに勢力を分散。西の虎丸、東の龍神として、収めることになったんだ。今からちょうど10年前の話だな。スカト組が解体された最後の日、俺とタケルはここに来て2人で醤油ラーメンを食ったんだ。そこであんたの親父さんに言われたよ。いいか、どんなことがあっても互いに助け合って生きてくのが兄弟だ。もし兄弟の絆が壊れちまいそうな時はいつでもここに来い。その時は俺がまた最高のラーメンを食わしてやる。そうして俺たちの組は互いを尊重し、時には協力して任侠道を貫いていくと言って契りを交わしたんだ。あんたの親父さんの作ってくれた一杯のラーメンが今の俺たちの原点なんだ。親父のラーメンがお二人の原点だから。助けてくれたんですか？この味をしっかりと引き継いでくれたんだ。親父さんに義理を果たすのが筋ってもんだろ。俺たちは義理人情を大事にしてるからよ。ありがとうございます。さて、それじゃ本題に入るかな。あ、喜一君。お前、ここが虎丸組の島だってことは知ってたんだよな。人様の島でみかじめ料を取って、挙句の果てに人さらいとはどういう心情だ？違います。自分は龍神会のためを思って。ほう、聞かせてもらおうじゃねえか。自分は敵対する虎丸組との抗争に備えて、もっと組の力をつけないといけないと思い、そのために金が必要だと思ったんです。だから多少の危険を承知で他人の島にも入り込んでいました。すべては龍神会を強くするためだったんです。おい、キイチ君。お前な、適当なこと抜かしてんじゃねえぞこら。集めた金は自身の組の力をつけるため、そして来たるタイミングで虎丸組との全面抗争を目論み、龍神会内部の混乱に乗じて組を乗っ取ろうとしてたんだろうが。
なんで、そのことは。俺だよ。ずいぶん便利な時代になったもんだ。スマホ？お前が店に入ってきた時からずっとスマホをスピーカーにしてたんだよ。もちろんその通話先は待機していたタケルに繋がってた。なんだと？まさかお前がクーデターを起こそうなんて考えていたとはな。くなってる。後には引けねえ。組のもん全員で虎丸組の株組織に奇襲かけてやる。奇襲だと？あんたらトップがいくら固い結束を結んでようが、下がやられて他の組が納得するわけがねえ。俺があんたらのちぎりをぶっ壊してやんよ。残念だったな。ああ俺は用意周到な男なもんでな、下道組のことはいろいろ調べさせてもらった。お前ら俺の知らねえとこでずいぶんアコギな商売してるみてえだな。その資金で他の組も取り組むつもりだったか。言っとくが、お前になびくほど他の組は腐っちゃいねえよ。なに？昨日な、下道組を除いて会合を開いた。そこでお前の組の不穏な動きについてどうするかを話し合った。その結果満場一致でお前の組は解体することになった。あ、解体？今頃お前の事務所は閉鎖されてんじゃねえか。嘘だろ、組員たちはどうしたんだよ。お前につくか、他の組に入って一からやり直すか選択させたら全員他の組に移っていったわ。あいつら裏切りやがったな。そりゃそうだろう。この後の組長の運命を考えたら他の組に移る方が利口だからな。え、組長の運命？組長って俺っすよね。おい、こいつらを連れてけ。え、いや、ちょっと待ってください。俺どうなっちゃうんですか。そりゃクーデターを計画してたわけだからな、それ相当の落とし前のつけ方になるだろうよ。そんな、許してくださいよ。もう二度とこんなバカげたことしませんって。俺みたいな小物がちょっと図に乗ってしまっただけじゃないですか。申し訳ありませんでした。だから、ね、命だけは。そりゃちょっと無理な話だな。やだ、助けてください。兄貴、この度はうちの組員のせいでこんな失態をさらしちまって本当にすまねえ。まあこれでお前んとこの海は取り除けたからよかったじゃねえか。なあ、俺も足元救われねえように今一度組織のあり方を見直してみるわ。しかし人生ってのは面白いもんだな。このラーメンで俺たちは救われ、今回もこのラーメンがきっかけで鬼畜の悪事が暴かれ、互いの組の危機を救ってくれた。きっとあんたの親父さんが俺たちをここへ導いてくれたんだよ。ありがとな。そう言ってもらえて親父も天国で喜んでると思いますな、リンカ。うちのおじいちゃんやるじゃん。お嬢ちゃんも怖い思いさせて悪かったな。いいえ、むしろ助けていただいて本当にありがとうございました。これまであいつらが巻き上げたみかじめ料はしっかりと利子をつけて返すよ。その金でこの店を立て直してくれ。え、いいんですか？そりゃもちろんだ。うちの組のせいでこの店が潰れちまうなんてことがあったら、あっちであんたの親父さんに合わせる顔がねえよ。そうだな、また食べに来るからしっかりその味守っといてくれよな。はい。その後下道組は解体され、鬼畜たちはというと、しっかりしよう。なんとか命を助けたけど、なんでマグロ漁船に乗せられてんだよ。毎日毎日休み出して荒波に揺られる。気持ち悪い。この毎日がこれからも続くと思うと。一方、俺はこれまで搾取されていたみかじめ料を利子付きで返してもらい、そのお金で店をきれいに建て替えることができました。そして俺は娘と一緒に新たな気持ちで仕事に取り組むのでした。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。
それではまた次の動画でお会いしましょう。